えません。え、マジで無理だっけ、どうしようどうしよう。皆さんこんにちは、中島恵子です。今私はなんとですね、静岡県に来ております。それでですね、見てください、大きなお山、なんかいい感じに雲もあって涼しく過ごしやすい気候でございます。でですね、なんで私は静岡県に来ているかと言いますと、誕生日に相方からアウトドアが何でもできる券みたいなのをプレゼントしてもらったんですよ。それでパラグライダーがあったので、パラグライダーやったことないし、人生で1回ぐらい空飛びたいよねっていう話になって、本当に来てしまいました。ということでですね、今回はスカイ朝霧さんというところで私たちは空を飛んでいきたいと思います。酔います。ええ、酔い止めなんですか。ああすごい、酔い止め酔い止めあるんだって。水なしタイプです。マジか。いや結構あの図見て結構ビビって、あ、落ちるんだと思って300m ある、 300m ある。まあまあだね、 300m って。まあまあですね。ね、ありますね。そこからここに落ちる。あ、これ降りる落ちるじゃん。どっちに向かったんですか。崖に向かって、足元がだからなくなっていく感じ。マジで無理だっけ、どうしようどうしよう、結構無理だ、マジどうしよう。ちょっと待って、今想像しただけで胃が浮いたんだけど、ギュッてなった。最初この映像にあるんですけど、前に皆さん、お客さんですね、で後ろにパイロットがいます、はい、でさらにその後ろ、地面にパラグライダー広げてあります、はい、走ってるうちに浮きます。浮くんですけども、浮いても足は動かし続けててください。また地面に足がつくことがあります。わあ、止まってしまう。待って、マジで結構無理だ、結構無理。なんでってパラグライダーしよう。止まってもパラグライダーも前に進んでってしまうので、今度崖の方に引きずられてしまうかもしれない。落ちるってこと。死にますか。死にません。そんな勢いで落ちないんですけど、確かに風が強すぎて進めないんですけど、うん、でもほら、前からもやってくれるんじゃない。前の人はね、進む方向を、あー、調整してくれてるんだ。え、楽しい。走るのは自分の力でしっかり走ってください。風もいい、良さそう、今は。飛んでます。結構無理だよね。いやマジで本当死ぬんだけど普通に。とあれだ、あそこから降りるってこと。あのね、ちょっとあそこあるね、ハゲてるところ。そうそうかも。マジだ、マジかよ。刺さるじゃん、木の上に。すごい、焼き鳥みたいになっちゃうかもしれない。焼き鳥マジで焼き鳥みたいになっちゃう。わ、すごい、そう、近い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 、めっちゃ近い。すごい楽しみだね。わかんない、ちょっとなんかね、正直わかんない。楽しみだねとか言ってる、なんか怖いもの見たさとかそういうレベルじゃない。普通に怖い。うわ、飛べません。え、嘘でしょ。え、見て、めっちゃ傾いてんだけど。吐く吐く、普通に。どうしよう、ゲロの雨が降ってきたらごめんなガチで。でもさ、あれでさ、もしさ落ちたりさ、カラスが飛んできてさ、くちばしでさ、あれを割ったらさ、私どうなるんだろうとか想像するとこまで想像しちゃうんだけど、意味わかんないし、なんかあんまり降りないでほしい、なだらかに降りてほしい。それは風次第だね。今風結構あるからね。結構早いよね、今通り過ぎてったけど結構早かったよ。ほらほらほら、ほら、どうしよう、私それ10分間も耐えられる自信あんまないと思う。そうなんだ。私ブランコでも酔うんですけど大丈夫ですか。酔い止めは飲んだ、飲んだ。あ、飲みました。はい、かぶったらまずダイヤルを。てか、プラグもない方がいいですかね。とりあえず2人だけど。いや、大丈夫。やった。後ろダイヤルになった。
ます。結構ギャグ耳だから。はい、あ、私の命ですね。ありがとうございます。お願いします。私の命。はい。え、もう飛ぶの？飛びますよ。へえ、待って、一番最初見えた。ちょっと待って。女は度胸。マジかよ。行きますよ。どっちに？前に。あ、もう待って、死ぬかもしれない。行きますよ。はい、せーの、ごめん。はい、グッド前に。怖い怖い怖い、やだ死ぬ、怖い怖い、やだ死ぬ、うわあ怖い怖い、マジ怖い、座ってる、座った、よかったよかった、いい感じですよ、すごい、あ、すごい、私は、はい、ちょっと一緒に立てますか、立つ、今立つ、立ちます、立つ、立った、立つ、右向いて、右向いて、はい、一緒にパラサイドチームと一緒に歩きます、てて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 てはぁ、やばい、飛べてよかったね、飛べてよかったです、楽しかった、イエーイ、降りるとき結構なんか本当本一緒一瞬泣きそうだった、ね、結構結構走ってよ、結果で結構座ってって言われて座ってるつもりだけど全然座ってなかったよね、頑張って座ったけど
っちゃ面白かったよ。あの空中に浮きながら走ってる。そうそう。私一生懸命漕いでたでしょ。一生懸命。うるさかったけどね。うん、いやなんかもう私の命守ってくれてありがとうございます。いやそんなでもないです。本当。またよかった。また来ます。ありがとうございました。ということでですね、皆さんこんなすごく緑がいっぱいのところで最初ウキウキでちょっと写真とか撮っちゃったんですけど、どんどん時間になるつれてビビりまくって、あの走る時には落ちる時には死にかけましたけど、でもすごい楽しかったです。皆さんもぜひ静岡に来たらパラグライダーは楽しい、本当ぜひやってみてください。私みたいに三半規管超激強までブランコとかも超乗れない人でも行けます。皆さんいいと思ったらチャンネル登録、そして高評価コメントお願いします。またね、バイバイ。すごいなんか友達いるけど、バイバイ。